その辺の感覚とか何回やったら飽きるから、その辺で新しいものを提供するっていうのは、なんとなくソーシャルでも同じような感じがするんですけども、そういう経験っていうのはやっぱりソーシャルでも生きてるわけですよね。そうですね、すごく活かせると思っていまして、ただ本当にルールっていうか繰り返しの部分の、1回の時間っていうのに気を使わなきゃいけないなと思ってます。要は本当に10分15分っていうか、どちらかというとテレビの前に座っていただいたら1時間遊んでいただけるっていう感覚で作るから、本当に電車待ってる5分でそれなりに1回のサイクルが回らなきゃいけないかっていうところの違いはあると思います。名前さんはどうですか、ソーシャルの時間の管理みたいな。そうですね、ソーシャルを作ってみて、やっぱり時間ってすごい制限を感じながらやってるんですけど、やっぱり3分から5分っていうところで一つ完結できるような、はい、気持ち的な完結ですね、ゲームの完結じゃなくて気持ち的な完結できるような、やっぱり一つの遊びっていうのを考えていかないといけない。その中に世界観をどう盛り込めるか、僕らなんかで言うとやっぱ世界観入れたいです。で、その一番いいところどこにあるんだろうなっていうのを考えながらやるっていうことで、今まで使わなかった脳みそみたいなところを使うとすごく刺激があったので楽しいですし、それを本当に今のソーシャルってあまり世界観とかキャラクター性とかそのあたり重要視はしてないじゃないですか。だからもしこれ重要視できるともっとソーシャルが面白くなるんじゃないかなっていうことをですね、考えながらやれるので、とっても楽しくやってます。今ストーリーみたいな世界観みたいなのが出てきましたけども、今スマートフォンがこれだけ皆さん持ってらっしゃる状況になっていくと、いろいろやっぱりそうですね、できることが増えてきてると